どうも皆様こんにちは、グリードです。僕はですね、幼稚園の頃からガンダムが大好きでガンダムオタクなんですけども、最近はゼータガンダムのバージョン K を買ってしまいました。まあそれはいいか。何やらエイペックスレジェンズにね、僕がちょっと見ておかなければいけないスキンが来たようなので動画にしようかと思います。新しいスキンってどっか、これはアウトじゃないですかね。これはアウトじゃないですか。これはガンダムか、モノアイ。ちなみにモノアイガンダムっていうのもあるからね。ガチガンオタの僕からすると、なんかあれだ、右上にバルカン砲みたいなのもあるしね、サイドの排熱のところ、排熱機構のところ、あの口部分もあるし、 V 字アンテナもあるし、あのあれだね、頭の V 字アンテナの上のところ、まあパッと見た感じ日本のなんかアニメ系を詰め込みまくってる感はあるな。これどうするみんな、これ買う？これ大丈夫ですかね。さん怒らせないですかね。3950ポイントでしょ、高えな。待って、このレアのさ、ガチャがついてるにしてもさ、高えな。2500、割と結構それでも結構高いな。2500円か。待って、プラモデル割とマスターグレードタイム買えるな。これ僕どうなの、これガンプラ買った方がいいんじゃないのか。HG だったらさ、もう2個買えるよ、これ。HG だったら。どうなのこれ。みんなどう思う、これは。これ買うよりガンプラ HG2 個買ったりとかした方が、あれ、なんかずっと、購入中ずっとローリングしてる。これは僕のクレジットのアカウントが買いたくないと拒んでいるのか。なんかずっとローリングしてる。僕の画面。いいか。バンドルを。行くよ、買うよ、2500円。マスターグレード買えるというか、HG2 個分。買うよ。うわ、買っちゃった。ねえ、これ完全にさ、足ガンダムなんだけど、僕は認めんぞ。これをガンダムとは認めんぞ。貴様はガンダムではない。よし、行きますよ。グリード、行きまーす。よーし、やってやる。やってやるぞ。エイペックスレジェンズの新型がただのスキンじゃないってことを見せてやる。行くぞ。そこだ。見えるぞ。左。まず一つ。固まってるね。上。腰打ちで。二つ。向こう行ったのかな。オッケー、三つ。こいつは強力すぎる。これがエイペックスレジェンズの新型の威力なのか。エペやってる年代の人はガンダムネタ分からんよね、おっさんしか分からんよな。痛すぎ。ナイス、あの状態からキルできたのか。味方はニュータイプか。右から回って、俺はいるぞ。私にも敵が見える。やり合ってるじゃん。行くぞ。一つ下か。対空防御。まさかのドズルさん。いや、まずい。起こされてるだと。優先すべきはそっちじゃなかったが、なんとか勝ちました。ありがとう。ヘリが速すぎる。悲しいけどこれカジュアルなのよね。エイペックスレジェンズでガンダムを使うことができるなんて、こんなに嬉しいことはと思ったけど、ガンダムじゃない、これはガンダムじゃない。急な、ごめんね、急に。ソロでしたか、すいません。ラストパーティーですね。まだだ。まだ終わらんよ。最後どうしますか？あそこで決闘でもしますか？フィックスリリース。右だと。当たれー。当たらねー。やばい。敵ニュータイプや、これ。強すぎる。これ、敵強すぎる。味方が一瞬でやられてしまった。私、1キル取れたの、その状況で。オッケーオッケー、あれ多分回復入ると思う。 2v2 の状況。弾はある。この緊張感、この風、この肌触りこそ戦争よ。そう、なんてやつだ。ライフルが全く効きません。なんだお前は、さっきから開いたり閉めたり、開いたり閉めたり、開いたり閉めたり、突っ込んできたり。この距離は俺の距離だ。おー、当たれー。
ついよついよニュータイプですから。これはね、うーん、アウト。